僕の名前は岡部正和、職業はドリブルデザイナー。自分で作った世界で唯一の仕事だ。サッカーのドリブル専門の指導者で、日本代表選手を含め世界中でドリブルの指導を行っている。ネイマールをはじめ一流選手たちと対戦する動画を見て、僕のことを知ってくれている人もいるかもしれない。現在 SNS のフォロワー数は180万人以上。ドリブルクリニックを開催すれば、ありがたいことに大体100人以上が集まってくれる。そう、今はね。僕がこの仕事を始めた頃、クリニックの参加者はなんと0人。動画をアップし始めた時は、心ないコメントもたくさん目にした。悔しい思いは当然あった。でも悲観に暮れて辞めてしまうことはなかった。僕はまず自分を信じた。そして今では周りに失敗と言われてきたことや、否定の言葉にすら感謝できるようになった。まだまだ大きな夢を叶える道の途中だけど、自分が決めたこと、叶えたいと思ったことは実現させてきた。なかなか挑戦の一歩が踏み出せない人、踏み出したけど不安になったり、周囲から反対されて挑戦をやめようとしている人、そんな人たちの悩みや質問に答える形で、僕の考え方や生き方を紹介します。皆さんの背中を少しでも押すことができれば嬉しいです。サッカー部の中学1年生の男の子、同級生がレギュラーに選ばれ、自分はベンチにも入れなかった。岡部さん、嫉妬で苦しい時はどうすればいいですか？嫉妬はしない、時間の無駄だから。僕は誰にも嫉妬しないよ。嫉妬は人の成功を願えないから出てくる感情なんだ。人の幸福を喜ぼう。そして自分のことに集中しよう。反対に、人に嫉妬心を抱かれても気にする必要なんてない。どんなに完璧な行動でも、相手の抱く感情は自分で操れるものではないから、そこに時間を注いでる暇はないよ。岡部チャレンジ、あなたが嫉妬する時間でできることって何？サッカー部の女子大学生、試合中コーチや親の目が気になって思い通りのプレーができない。岡部さん、周りの目が気になって思い通りにいかないとき、どうすればいいですか？なぜを極めよう。そもそもなぜそのスポーツをしているのか、なぜその仕事をしているのか、もっと言えばなぜ、何のために生きているのか、それが分かっていると行動に迷いがなくなるよ。なぜと自分に問い続けよう。岡部チャレンジ、君は何のために生きているの？大学受験を控えた高校3年生の男の子、自分の行きたい大学はあるけど、偏差値が高すぎて手が届きそうにない。岡部さん、失敗するのが怖いです。どうすればいいですか？踏み出した先に失敗はない。勇気を出して一歩踏み出した先に失敗はないよ。僕は周りの人からすれば失敗に見えるようなことはたくさんしていると思うけど、自分自身では失敗だと思っていない。なぜなら、踏み出した先に本当に得たかった幸せは全て手にしているからね。唯一失敗があるとしたら、踏み出したいと思っていたのに踏み出さなかったこと。でもその経験を糧にして次に踏み出せば、それも成功に変えられるよ。岡部チャレンジ、君は踏み出せずに失敗したことはある？20代の会社員の女性、自分の仕事に情熱を持って働いているのに、周りは仕事はお金をもらえればそれでいいと冷めた雰囲気。岡部さん、今いる環境に満足できないときはどうすればいいですか？自分で環境を変えるのが環境のせいにしないということ。今いる環境に満足できないのは、現状を変えようとしない自分のせいだと考えよう。具体的にできる行動は、自分がその環境を変えるか別の場所に移るかの2択。待っていても人は変えてくれないよ。自分が言い訳せず前を向くしかない環境、やりたいことが全力でできる環境を自分で作るしかない。岡部チャレンジ、君の理想の環境はどんなもの？30代会社員の男性、今の仕事を辞めて新しい夢にチャレンジしたいけど、その勇気が出ない。岡部さん、思い切って一歩踏み出す勇気が出ません。どうしたらいいですか？後悔しながら死にたくないよね。人はいつ死ぬかわからない。明日があるかもわからない。やりたくないことをして後悔したくないよね。やりたいことをやろう。行きたいところに行こう。会いたい人に会いに行こう。それをしないまま人生を終えるのはもったいないよ。岡部チャレンジ、明日が来ないとしたら後悔することは何？皆さんいかがでしたでしょうか。ずいぶん極端な答えが多かったと思いますが、自分に嘘なく生きると、おのずと答えも明確になるのだと思います。僕が一貫して伝えているのは、自分自身の心の奥底から出た答えは全て正解だということ。だからこそ、失敗なんてない、自分らしく歩もうと一歩踏み出してくださることを願っています。新刊ドリブルデザイナー岡部正和の挑戦を駆り立てる50の言葉では、僕の50の言葉を紹介するとともに、皆さんへの質問岡部チャレンジがついています。50の質問に嘘なく答えられた時、皆さんが本当に望む幸せな道に一歩踏み出しているはずです。
皆さん、これからも今を全力で楽しんでいきましょう。